マスク着けます。はい、それじゃテレビ欄でいいですか。はい、お願いします。入団1年目にもかかわらずクライマックスであったり優勝争いこうなかなかできない経験をさせてもらったということはすごいいい経験ができたのかなというふうに思うので、これをやっぱ来年でもまた優勝争いに食い込めるようなやっぱ経験した以上はそれを出せるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。やっぱ想像をはるかに超えたすごいレベルの高いやっぱ野球の最高峰と言われるぐらいの本当に考えさせられますし、もっともっとやんなきゃいけないなっていうふうに思った世界でした。やっぱあの場面での代打なかなか味わうこともできないですし、それが1年目で最初は正直自分でよかったのかと思ったりもしましたけど、でもあれが今後に生かされるようにもっともっと努力しなきゃいけないなって、やっぱチームを勝たせるチームをやっぱ勝たせなきゃいけないっていうところを突き詰めていくと、やっぱああいうところで一本打てないとって思うので、まあ、そういうところで打てるようにもっともっと頑張りたいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあツイッターで。どうでした。お疲れ様でした。失礼します。そうですね、まあ、3月始まるところに合わせていたものが、まあ、コロナの関係で、まあ、流れてしまって、まあ、そこでもう一回作り直すのも、まあ、少し難しいところあったんですけど、まあ、なんとか、使っていただいた監督コーチはじめ、まあ、一番はトレーナーさんにたくさんケアしてもらったので、まあ、そこにそのおかげでとりあえず1年間投げ切ることができたと思うので、しっかりそこは感謝したいなと思います。そうですね、まあ、自分と含めて、まあ、岩下も一緒に先発をローテ回ってて、まあ、負けたくないっていう気持ちもありますし、他の同級生にも負けたくないっていう気持ちあるので、はい、そこは切磋琢磨して頑張っていけたらなと思います。そうですね、まあ、数字的な目標で言ったら、自分の中では、まあ、一番は監督やコーチに信頼されるようなピッチャーになれたらなと思います。数字は、まあ、言わなくても、はい、目指すところはしっかりあるので、はい、一番は次の回も任せると言ってもらえるようなピッチャーになれれば長いイニングも投げていけると思うので、はい、信頼をつかめるように頑張りたいです。ありがとうございます、はい、すいません、こっちの目線お願いします。ありがとうございます。よっしゃ、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 はい、まあ情けないっていうのが一番ですね、はい、まあ一番はやっぱり自分の状態とか考えれば普通にそのまま開幕したかったなっていうのはありますけど、まあそこは時期がずれたことに対して、まあ自分がプロとしてまあそこに対応できなかったんで、まあしょうがないかなとは思ってます。まあそれに対してはまあ情けないなっていう感じですね。まあさっきも言ったように個人的な目標はもうほぼないんで、それよりもチームとしてリーグ優勝とか日本一とかチームとして、はい、
優勝したいなっていう気持ちしかないですね。マスクじゃ指さすような感じでもらっていいですか？ありがとうございます。